皆さんこんにちは、大谷さんです。さあ先日ね、11月の29日火曜日にね、出荷になりましたアルカナリアの最新作ベルルッタ、早速ね制作しましたので、キットの方をねレビューさせていただこうと思います。もちろんすくみレビューですので、完全無塗装で本当に組んだだけの状態です。なんですがこちら本当にね、色分けも非常に優秀ですよね。すくみだけで非常に見栄えが良くって、かつねプロポーションも本当に美しいです。ではまずね、ベルルッタ本体のプロポーションが分かりやすいので、装備をしてないノーマルモードからご紹介します。ちなみにね、こちらのスタンドはね自分で組み立てるもので、キットにね付属のものです。標準品です。で接続部分はねこんな感じで、背中のね3ミリ穴に接続してるだけなんでね、取り外せばでこんな感じで取り外すことができます。で一応なんですが、背中のねこの3ミリ穴、この部分にはねちゃんとカバーパーツが存在します。あんまりつけなくてもね目立たないんで、そんなに気にはならないんですが、一応ねご紹介します。こんな感じのねちっちゃい、カバーパーツがありますんで、これをねつけておけばもうちょっとねより見栄えがアップするという、そんな感じですね。じゃあちょっとね本体をね細かく見ていきますね。まずは頭部から、このねもみあげ部分なんですが、これフレームアームズガールのドゥルガーとね同じような構造で、根元はねボールジョイントになっているので、こんな感じでぐりぐりとね動かすことができます。ただしちょっとね根元が心もとないんで、あんまりこうね、力かけないようにしない方がいいと思います。あんまりね力入れすぎると壊れちゃうかなと思います。で正面からフェイスパーツをかぶせて、で髪の毛のパーツをかぶせて、前髪かぶせて、で角を取り付ける、こんな感じ、あ、違うな、ごめんなさい、こんな感じですね。角を取り付けて、でですね、この、頭部のね髪飾り、こちらはですね、これとこに固定するね、何もピンとかはないんですが、このね、分かりにくいですけども、この角のこの部分の突起ですね、ここの両側の突起で引っ掛けて固定するっていう感じですね。ちゃんとね、角を差し込んで、で、上からちょっと、リングをたわませるような感じで、この部分に引っ掛けるような感じでね、こんな感じで固定します。結構ねがっちり固定できるんで、全然プラスすることありません。でこんな感じです。でねこちら定価8360円とね、ちょっとお高めのキットではあるんですが、めちゃめちゃ作りやすいです。キットのボリュームがね結構多くなくて、感覚で言ったらね総裁少女庭園とかをね作ってる感じですね。非常にサクサク組むことができます。ただどうしてもね、これはね美少女プラモの宿命ではありますが、全身ねそこそこ合わせ目が出ます。まあ、胴体のね側面合わせ目たり、ももも側面合わせ目出ますし、足もねこれ左右もなかなんで、合わせ目が出ます。ただ太もものねこの部分はね、こうスライドさせてはめ込む形だったんで、ここはね合わせ目なかったです。腕とかもね当然こう合わせ目がね出る感じになってますね。ここばっかりはしょうがないですね。じゃあ続いてね可動を見ていきましょう。可動範囲に関してはね、まあ、可動超特化のね女神デバイスホルではありませんが、必要十分動きますね。首もねこんな感じで、首結構優秀なんですよね。この子ちょっと取りやすいんですけども、あれちょっと取りやすいんですが、上方向はねこんな感じで、首のね、根元からボールジョイントでプラスね、この首の、ね、胴体側とね首側両方ボールジョイントで、結構大きく、ね、上方向を向くことができます。でこんな感じで飛翔ポーズとかもね取らせやすいんじゃないかなと思います。ほぼねこう真上を向くことができますね。下方向も結構得意です。で肩関節はもう超優秀ですね。もうこんな感じでグイッと動いて、すごいのがね肩の基部ですね。ここがねこれすごいですよ。こんな感じで稼働させてもねデザインを崩さないんですね。こう前方向にねこうグイッと大きくね向けることができるんで、腕をほぼ真正面に向けることができます。これすごいですよね。この状態でもねシルエットが崩れず、ここを戻してもねこんな感じで肌の形とこの肩関節と基部のパーツですね、ここがピタッと合うんで、隙間とか全然生まれないんで、非常に見栄えがいい状態で、かつね可動範囲もしっかり確保してるっていう、ここのね、構成素晴らしいなと思いました。で、肘はまあ100度ぐらいですね。で胸の部分はボールジョイントでぐりぐり動いて、で、股関節とかね引き出しプラスボールジョイントで、こんな感じで大きくね開脚とかもできます。前後もねそこそこね結構いける感じですね。必要十分可動範囲は有してるかなって感じです。で膝もこんな感じで、ここは二重関節で大きく曲がります。で足首もね十分こんな感じでスイングさせることができて、もちろんね、横方向こんな感じ、横と回転かな、ロールもね可能です。でこちらが尻尾、この尻尾がねめちゃめちゃいい仕事するんですね。根元でねロールできて、かつねこの部分が軸なんで、こんな感じで、上下にも動かすことができます。で各ね節で
節が2つあるのかな、くるくる回ってね、いろんな方向にねこう尻尾を向けることができるんで、かなりね自由度が高いです。実際つけてみましょうか。お尻ね、こんな感じでここにね接続して、まず上下にね、上下捨てるだけでも大きくねこう分かりますかね、印象が変わりますよね。でかつここ回すだけでもね、くるくると全然こうね、いろんな表情をね伸ばすこともできるし、こう内側にくるっとね、なんていうかな、畳むっていうのかな、そんなこともできますし、この状態上げるとまたねこうちょっと攻撃的になったりとかね、いろんな表情をね自在につけることができます。ここね結構面白くってね、気に入りました。で腰のパーツはね、ここの穴に接続するだけで OK です。こんな感じですね。こっちもねロールできたりね、スイングもできますんで、結構ね自由度は高いです。これでノーマルモードの完成ですね。で表情はね、他にもこんな感じのね、正面を向いた微笑み顔ですね。そしてね、右視線のちょっとね、この強気な感じの笑顔ですね。であとはね、ちょっとこんな感じの、まあ、困り顔みたいな顔ですね。これがめちゃめちゃ可愛くて個人的に気に入ってます。頬のね、ちょっと滴った汗みたいな感じ、こちらもね、最初からプリントされております。では続いて、武装状態ウィライズモードにね変更していこうと思います。一部ねパーツを差し替えたり取り付けたりしてね、スタイルを変えていきます。羽はね、もともとついていた小さい羽をね追加して、こんな感じでね3枚バレのね、羽に変更します。こんな感じでね、大きい羽がね2枚も追加されて、一気にねボリュームがアップしますね。左腕はね、二の腕のこの肌のパーツですね、ここを別パーツに差し替えます。ここを差し替えて、こちらのね、こんな感じのねアーマーがついたものですね、こちらに差し替えます。差し替えて、でこんな感じになりますね。右腕をね、二の腕からまるっと差し替えになります。取り外して、こちらのね、左腕とね左右対称に近いようなデザインになりますね。でこんな感じになります。で右足だけこの太ももの部分からね、まるっと差し替えになります。こんな感じでね、アーマー状態ですね、こちらのものを取り付けて、こんな感じですね。結構一気に、ね、派手になってかっこいいですね。そしてね、こちらのランス、これね本当にめちゃめちゃ痛いんで、ここね気をつけてください。組み立ての時ね、こんな感じでここに分割線があると思うんですけども、こんな感じでグイッと、組み立てるんですけども、手に刺さるんでねご注意ください。こちらをね装備させて、武装はこれだけですね、ランス1本です。でスカートのねこの部分にジョイントがありますので、ここにね、こんな感じのスカートのパーツをね、取り付けていきます。はい、全部取り付けるとねこんな感じになります。一気にねボリュームがアップしますよね、とても派手になります。スカート周りはねこんな感じでボリューミーになって、ね、とてもねこう放射状に広がるシルエットが美しいですね。今ね取り付けたスカートはね個別で稼働することができます。このね水色の方も、あ、ごめんなさい取れちゃった、水色の方も稼働しますし、この黒い方もね個別で稼働します。ちなみにねこのスカートのパーツはねランスに組み合わせてこんな感じで接続してね、こんな感じで、傘っぽい感じにねすることもできます。これはねルミティアのパーツなんですけども、ルミティアのねジョイントもね六角形なんで、そのままねベルルッタのね、背中に取り付けることができますね。こんな感じですね、こういったね遊び方も可能です。はい、そんな感じでね簡単にでしたが、アルカナリア最新作ベルルッタレビューさせていただきました。昨日ね11月の29日出荷だったんですけども、おそらくはね多くのお店では本日11月の30日からね、お店にね並び始めると思いますので、気になった方はねぜひお店の方でね購入してみてください。それではね、動画が良かったとか参考になったと思っていただけましたら、高評価とそしてねチャンネル登録して活動を応援してもらえますと本当に嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。良い模型ライフを。じゃあね、バイバイ。